昨日、福島町の大仙岩岳で見つかった遺体は若い男性と見られていますが、損傷が激しく、また土がかけられていたということで、熊の習性によるものと見られています。この遺体から数十メートル離れた場所からは熊の死骸も発見されましたが、この死骸に刃物によるものと見られる傷があることが新たに分かりました。この山では先月31日、登山中だった消防隊員が熊に襲われ、ナイフを刺して撃退したという証言もあることから、道は同じ個体の熊が相次いで人を襲った可能性もあるとみて関連を調べています。